はい、皆さんどうも、テントモです。というわけで、本日は火曜日ってことで、12時のお知らせチェック見ていきたいと思います。まあ、昨日の生放送でかなりの情報は出たんですけども、まだ生放送で触れられてない部分がね、あるかもしれないので、そこを補完していけたらなと思います。はい。まあ、いろいろね、昨日の生放送ありましたけど。はい、てことで、ほい。イベント開催、クランバトル、12月27日16時30分更新を、なんか、あったのか。イベントログインボーナスで受け取れるアイテムに誤った記載があったため修正しました。正しくは黒騎士士 MS ガシャチケット、黒騎士士キャラガシャチケットとなります。なんか間違ったガシャチケ表記があったんですね。はい。まあ、クランバトルは、まあ、もう、大丈夫でしょう。あーね、クランバトルね。サポートが使えなくなるという。今回のクランバトルではなくて、来月からのクランバトルでね、適用しますっていうね、そういうお話があって。さすがに、普段温厚な僕もね、それは違うでしょうって生放送中に言ってしまいました。まあもちろん非難とかそういう類のものじゃなくて強めの意見をちょっと言った感じなんですけども、国屋さん内藤さんに対してどうこう思ってるとかももちろん全くございませんので、もうこの仕様に関してね、新しい仕様に関してね、まだ実装されてませんし、今言っておけばっていうね、そういう感覚でまあここはビシッと言っておこうと。僕は基本的に生放送そんなにガチな意見は発してないんですけど、まあこれをしてほしいなとか、まああとは普通に来ちゃーとかね、喜びをね、表現してるぐらいですけど。でまあ昨日はツイッターもしながら、まあ、生放送もして、まあすぐにね、ツイッターの方にも、ここは違いますよっていうね、そういう意見は述べまして、まあ結構反響はあった感じですけど。まあ昨日はね、そこが特に燃えてしまった感じなんですけど。で、あとあれか。その後内藤さんの発言でもちょっと、ね、一悶着みたいな。僕ね、そこ全く聞いてなかったんですよ。いつの間にかなんかガンちゃんさんがフォローされてた感じで。なので、ちょっと一回ね、聞き直して、見直してみた、ところ。まあ確かに、そうね、まあいつもの内藤さんではなかったようには見受けられたんですけど、まああの発言はまあなんというか、あの状況、そして、ね、ご本人の精神状態的に、まあ生配信だとね、その一回言った発言って取り直せませんからね、普通の動画収録と違って。なのであこれ言わなきゃよかったっていうのがね、結構ありますよ。僕も生放送とかやってて。微妙なニュアンスの違い。これはこっちの方が良かったなって後で反省することは、まああります。普通のね、こういう動画収録だったら、これはちょっと変えようと思ってすぐにね、収録を取り直すことはできるんですけど。それがね、まあ生放送できないということで。まあ本来ね、配信者じゃないですからね、あの方たち。毎月やってきて12回目ですけども、言うて1ヶ月に1回だとそんな慣れないですよね。多分毎回多分すごい緊張されて配信されてると思いますけど、そうそう、まあなのでそういったね、誤った発言とか、誤った伝わり方になってしまう可能性を考えると、まあ動画収録して、で、プレミア配信で流すみたいな。それがまあ一番ね、負担的には少ないとは思うんですけども、生配信の方がやっぱり盛り上がる。YouTube は結局生配信が最も盛り上がると思うので、で、まあリアルタイムでね、意見の交換もできますし、まあ存分に活かされてるとは言えないかもですけども、ね、拾えるものは拾ってくださっておりますし、まあ基本的に台本通りにね、進行されてますし、であとはね、やっぱり全てをお二人が牛耳ってるわけではないですからね、まあ印象論
ではありますけど、まあ多分そうでしょう、まだ上の方が当然いらっしゃって、そこの指示にまあ基本的には従って、これは言っちゃダメよとかね、そういう部分がある上でのあの配信だと思いますので、まあプロデューサーって聞くとね、すごい上の立場、全ての権限を持ってるように感じますけども、まあ僕の感覚的に、まあいわゆるまあお店の店長みたいな、そんな立場なんじゃないかな。店長もまあね、店はいろいろやることはできるけど、結局は上のね本部の指示に従ってやっていきますので、うん、今回のサポートの件に関してもお二人が決めたとは断言できない、うん、さらにねバックにね誰かいるんじゃないかっていう、僕はまあそう感じているんですけど、うん、まあこれはね印象論ね、僕は基本的に陰謀論とか好きじゃないので、うん、なので僕の感想ね、僕の単なる感想と思って、まあでもまあ一般社会でもねそういうのはありますので、まあでもクランバトルのサポートの件だけは本当にね、なんとか元の状態に戻してほしいなと、強く思っております。クランバトルの意味が損なわれてしまいますからね、うん、大半が失われてしまうというか、うん、なのでまあもちろんね、全てが全てデメリットではなくて、メリットが発生するっていう方もね、そう人によってはいらっしゃると思うんですよ、まあ、特に少人数クランとか個人クランの方なんかはね、クランメンバーのサポートを存分に得られないっていう状況の方は、今回の変更は何にもね思わないと思いますし、むしろ歓迎だと思うんです、まあ、そういったツイートも見られましたし、うん、まあただこの有志エンゲージをガチにプレイされてて、で支えられてて課金もしててっていう方は、まあガチプレイイコールね、しっかりとしたクランに入らないとできませんし、そうなので今回の調整に反対っていう方は、そういった方たちがほとんどなんじゃないのかなと。まあもちろんその少人数クランの意見なんかどうでもいいというわけではなくて、でまあ少人数クランの方でもサポートありの方がいいっていう方もね当然いらっしゃるでしょうし、うん、そうというか、まあそのサポートが借りる借りれないでランキングがどうのこうのではなくて、クランバトルのクランの意味ですよね、うん、クランバトルをやってるのはまあやっぱりクランメンバーと戦ってるっていうね、そういう感覚を得られるからであって、でまあその根幹になっているのがサポート機体のレンタルね、普段と違って、普段だったらフレンドの機体も借りられる、ただクランバトルだとクランメンバーのサポートオンリーということで、まあすでにね多少の縛りは発生しております。うん、でそこからまあどのメンバーの機体を借りればスコアアタックでさらにスコアを伸ばせるかっていうね、うん、それがまたね、あの毎回毎回あのまあ僕のクランなんかだと MVP が違うんですよね。今回はこのメンバーの機体が MVP だった、で今回はこの方の機体が MVP だったとか、まああとはその今回はこの人の戦略が MVP だったとか、そう毎回毎回ねクラメンの誰かが輝く、そう、うん、違う人が輝くっていうのも僕的にはすごい貴重なものだと思っておりますし、うん、そうクランバトル、クランバトルのクランという意味をねしっかりと考えてもらいたいなと思います。ということで、まあ、ちょっとした僕の意見でございましたけども、はい、再び情報チェックやっていきましょう。まあもうこの辺は全部確認済み。おー、バンシーノルモジュール、 NTD モジュール来た、いいね。さあどんな内容なのか楽しみでございます。
はい、ということでプラス 50% ボーナス目指していきましょうかね。はい、ガシャチケット何だったんだろうね、何に間違っていたんだろう。はい、ってことで、あ、今回のクランバトルは4日間です。はい、12月31日土曜日まで、いつもだったら日曜日までですけども、まあ、年末進行ということでね。はい、間違わずに行きましょうね。明日があるから、明日があるさと思ってね、やっていたら、あ、今日終わりだったのっていう、そういうオチになりそうなので、はい、ということでキャンペーン開催、ファーストアニバーサリー記念キャンペーン後半、キャラガシャチケットが目玉実績だったかな、特選 UR キャラセレクトガシャチケットってことで、前半は MS、 後半はキャラとなっております。そして大量のコインなどをゲット、これが明日から開催で、前半と同じく1月25日10時59分までとなっております。そして期間限定パック、またしても来ました。まだ僕1周年のやつ全く買っておりません。正月分ですかね。はい、この辺を駆使してなんとかね、ノルン館長に持っていきたいと思っております。どれがお得かまたチェックしていきたいと思います。まあ今ある1周年パックと大体同じだとは思うんですけども、はい、そしてガシャ開催、黒き獅子ガシャ来ました。バンシーノルン NTD& リディ・マーセラス館長ガシャいや、かっこいいね、黒き獅子すごいかっこいい。ということで、まあこちらはもう昨日動画を出しましたのでね、あ、レンタルクエストできるんだ、限定機体だし、そうかそうか。おっと、これも買いなさいよっていや、ここにはお金は使いません、多分。はい、ということで、アップデート予定、12月28日アップデートのお知らせ。イベントクランバトルの開始、黒き獅子ガシャの開始、ファーストアニバーサリー記念キャンペーン後半の開始、グランドコインショップのラインナップ追加、今回は割とグランドコイン余裕がありますね。そしてストーリーモード UC0078-0082、0083-0089 EP29 の追加、しっかりね、ダイヤ回収していきましょう。はい、そしてかけらクエスト、機動戦士ガンダム UC エンゲージステージ4の追加、これは量産型キベレかな、のんちゃんかな。はい、そしてダイヤショップに商品追加、ゲームヘルプの更新となっております。はい、ということで、まあ、今回のメインは昨日の生放送に関するお話でしたけど、まあとにかくね、今月は大丈夫、来月のね、グランバトルのサポートの件しっかりね、元の状態に戻していただきたいってことで、今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーククラン。